はい、ブルーボタンです。あんた邪魔したらダメよ。はい、七色くんが興味津々ですね。あんたそのくちばしやられたら困るからね。でも続きはしないやろ。はい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 、今少しご飯食べさせたばっかりですからね。昨日は元気なかったですけどね、来たばっかりで。今日は持ち直しました。この分だと大丈夫だと思いますよ。足は突っ張ってひっくり返ってましたもんね。手で温めました。1時間ぐらい息を吹っかけながら、それはあの保温器があったかくなるまでの時間ですね。こんな元気になりましたね。ご飯はもう少し食べましたからね、もう大丈夫だと思いますよ。はいはい、エンズダメよ。続いたらこれだと間違えてるみたい。こっちは、やろうとしてますね、餌を与えると。ほな自分もヒナのくせにね。こっちはもうすっかり親と間違えてますね。鳥はこういうとこありますね、ヒナながらね。こうくちばしのところをね、こうやってやるとヒナが開けますもんね。挟むんですね、大体親がここを。そう、ヒナは餌くれると思って開けます。これとね、一緒に来たのがいるんですよ。一緒に来たのがこれですよ。これと比べても、まあこれはね、ボタンの小桜より少しはもっと小さいんですけどね、もともと。ちっちゃいですね。こう比べたらこんな風です。一緒に入ってきましたね。これはルチノーの小桜。一緒に、これもういいかな。ちょっと送ってきた時は一緒だったんですけどね、こっちがあまりにも弱ってたもんで隔離してなんとか立て直りましたね。これの体力負けしてたんですね。もう一羽小桜がいましたから。それに寒いしね、何も食べてないし、硬直しかかってましたもんね。もう足が突っ張ってひっくり返って、もうあったかい、もう大丈夫かな。一緒におってもね、薬も飲ませましたからね、早く元気になってくれそうですよ。見違えるように元気になりましたね。もう大丈夫かね、一緒に行っても。これもいますからね。こういう感じで来たんですよ、うちには。また一番お兄ちゃんだね。これがブルーボタンね、ルチノーの小桜インコ。これがノーマルのグリーンの小桜インコです。よし、元気になったね。さあ、おろしてみろうかね。どうですかね、ひっくり返りますかね。まだしっかり立ってますね、自分の足で。下はね、カイロを敷いてあります。それでこうやってかけてますね。これはね、こっちにちょっとこっちに隔離してたんですけどね、もう一日だけこっちに入れておきましょうかね。そしてこっちの方がで、こうしてですね、揺れないようにひっくり返ってましたからね、昨日の時点では。こんな風にして
これをこう詰めてましたね。暖かいですこの中は。ポカポカという感じですね。今度は昼過ぎになったらね、もう一回ご飯をあげます。これも暖かいかな。暖かいですね。じゃあ閉めましょう、ね、そこ。こっち来た。こっち来た。こっち。